今日はプテハシ村第一戦目です。珍しいよね。あー確かに平日に配信するのかってこと。確かに珍しいじゃ珍しいね。夜が来ました。目を閉じて。珍しいけどまだ強人ゴリシンやで。どうも GS ケースです。残念だったな。俺の目の前には今スマホが2台あるんや。片方は充電切れてるけどな。GS 警察怖いな。俺が狼見つけたらこれはゴーシングだって叩かれそう。黒一匹見つけただけで GS さんゴーシング殺せって言われる。悲しいな。サボさんコーン。さあそんなわけでね、今回は占い師です。三四郎ですね。嫌な人にしろ刺さったな。もうちょっとマシな人に刺さってくれよ。怒られるわこのやってたら。あれ一応ね今回概要欄にあれですんで。あっダクンお久しぶり、元気やった。7番のが GS っぽいですね。私の中年の感がそう告げている。あかんや。え来たらいきなり1位ですか。やるわけないや、そのしょうもないこと。はい暴言。のプレイヤーは発言同じ結果ななさせねえ。はいおはようございます、5番です、よろしくお願いします。はい、森戸陣営でした。はい、トップバッター引きたくないなと思ってたら、まあ、引いちゃいましたね。まあ、引きたくない理由っていうのは、うん、特に何も考えていないからなんですけど、うん、まあ、これを好意的に捉えてもらえるのであれば、まあ、僕がもし狼だったらどうしよう、ああしようとか、相方がきっといると思うので相方とこういう作戦を立ててこういうふうにやっていこうって考えると思うんですけど、本当に何も考えてないので、まあ、頑張ってね、村人陣営にはこれを加点としてプラス方向で受け取ってもらいたいなと思っています。うん、まあ、残り20秒ほどで何か話そうかなと思うんですけど、まあ、基本的には安定進行が強いと思っているんですけど、ちょっと僕の心のエンタメマインドが面白そうだなと思ったら、うん、面白い進行に走っちゃうかも。うん、まあ、そんなのもあってもいいよね。6番のプレイヤーは発言してください。はいおはようございます、6番村人陣営でした。しようとか終わった、お疲れマジで。まあ、そうですね、5番の話を聞いて、あそれ村っぽいなとはならなかったですね、残念ながら。まあわかるだろう。例えば5番さんが適当で何でもいいんですけど、初週何々は出てくださいって言ってくれたら、それに対して僕が、あそれいいね、それダメだねっていうだけで村人はね話が進んでいくわけで、うん、よし何も考えてなかった、狼なら考えてるだろう、だから考えてないから強いってなんか成り立ってないなと思って、うん、村人だったら別に考えてなくても話してる時になんか、あこれいいなって普段思ってること言えばいいかなって思うし、なんかなんだろう、生存の意思感じなかったなって。うん、なんだろう、通常の進行が強いけどエンタメ精神によって走るかもって、まあ素直に言ってるかもしれないけど、なんかそれで生き残れると思ってんのってぐらい。以上。7番のプレイヤーは、はい、お願いします。7番占い師です。3番にしろ、7から3にしろ、足して10ですね、お願いします。6が5番に対して村とは思わない。これに関しては私も同意です。例えば5番が狼で相方に占い出てくださいねといった場合、5番って何もしなくていいわけですから。それだけで5番の村を変えるわけではないです。しかし6番に一つ気になったところというか、それは違うやろって思ったのは、5番が生存を求めていない。本当にそう思いましたか？5番って面白い進行があったら乗るかも。これは自分のエンタメの心が働くから。めちゃくちゃゲーム楽しもうとしてません。この言葉で5が生存を求めていない、生き残れると思って生き残ろうとしていないっていう発言は、ほんまかそうかなって俺思いました。なんだろう、俺は5番はめちゃくちゃゲーム楽しもうと生き残ろうとしてる人物だと捉えました。以上。8番のプレイヤーは発言してください。はい、しようありません。そうですね、5番さんが生き残ろうとしてないとは僕も思わなかったです、うん、いやその生存欲のない人物に見えなかったぐらいの意味ですけど、そのめちゃくちゃ楽しもうとしている、うん、まあそれはなんだろうな、みんなの共通項じゃないかなと思うんですけど、うん、そうですね、6番さんがちょろっと引っかかるのは7番さんに同意ですかね。
生き残れると思ってるのって聞き方、まあ2周目次第じゃないって思うから、なんだろうな、釣りにかかってるように見えちゃったからですね。うん、ただめちゃめちゃ 5,6 で差がついてるわけでもないです、うん、はい、6番さんの言葉がちょっと引っかかったぐらいです。2周目次第だと思います。以上。9番6番途中まで待ってたけど、はい、最後の結論決めた。特に使用なしです。うん、そうなんか変な、俺が変なんかなと思うけど、5番が言って生き残る起動校ってのは普通に5番ってだって自分のことをこれを加点として見てほしいって言ってるから、そこは全然俺は生き残りたいんやなと思った。うん、で、6番が言ってるの最初はよくわからなかった。確かにその生き残る、その生存意識が見えないって言ったけど、まあ6の話聞いたら、あ、そういう意味で言ってたねっていうのが、6番ってだから、5番ってあの発言で生き残れると思ってんのかな。だって生き残りたい人物は、まあ、何かしら、まあ、でも俺は5番はそれを生き残りたい意思やと思ったよ、加点にしてねって言ったのは、うん、けど何かしらもっと生き残れる要素をアピールするはずやから、それをしてないのが生存欲感じられないっていう意味じゃないの、6番って。だからその要素で生き残れると思ってるんですか、イコール生存欲が見えないってことやろ。だからなんか変なところで引っかかってんなと思った。7番8番は特に8番の方が若干便乗で、6叩いてる割にはフラットって言って微妙な感じやなと思った。以上。いや、8の感想が普通だと思う。プレイヤーは発言してください。はい、お願いします。特に使用ないです。まあ、7番さんってあの狼っぽくないと思いました。色見えてなさそうだなって思いました。だから超人化進化なって思いましたよ。5番さんに対して、そのいや5番さんは生存意欲むしろあったと思いますけどねみたいな話をしてた時に、少なくとも7番って5番の相方っぽくないと思ったし、うん、5番の発言についてどう思っていたかをちゃんと考えようとしている人に見えたから、なんかあんまりその色が分かってる感じじゃないかなと思った。やったぜ。5番って本当はどっちなんだろうって考えながら発言してる感じました。かといってね、あの別に僕、まあ、5番ちょっとなんか6番とか叩かれ、6番が変だなみたいな言われてたけど、僕はまあ6番の意見もわかるけどね。うん、そう、わかる。もっとちゃんと喋れやみたいな感じでしょ。トップバッター何喋ろうかなと思ってるとかじゃないってことでしょ。五六しろしろやと思うわ。六九ライン切りはないと思う。正直。プレイヤーは発言してください。はい、占い師です。七番さん白が出てます。占い師です。七番白が出ています。ハークお願いいたします。まあ出るかどうかは迷いました。なんか。もう一人出てから出ろって言われそうな気もしたから、ただもう七白刺さってるので、なんかスラがあったとしてもなかったとしても、まあなかったら七強人ですって言ってきます。で、僕グレーの中で今一番気になったのは9番さんの意見が良くて8番さんが気になりました。5番さんって結構僕は余裕のある人かなと思ってて、6番さんがまあそれに対して叩いてはいましたが、なんか6番さん自身も5番さんがローとはあんまり思ってないんじゃないかな、それで生き残れると思うなよぐらいのね、強気な発言だったなと思ってて、で8番さんは6番さんが5番さんを釣り寄そうとしてるみたいな、僕は全然そういう風に見えなかったのでおかしいなと思いました。9番さんが一番白いなと思いました。同じ目線で3番のプレイヤーは発言してください。はい、よろしくお願いします。占い真偽はまだわからないけど、2番さんが言う9番さんが一番村っぽいっていうのは僕も同意かな。キューバさんが、狼だった場合って、まあこれ単純だけどね、6番叩けばいいかなと思ってるし、僕も6番に対しては、まあ一定数意味は、言ってる意味はわかるなと思って。ありがとうございます。何に太鼓を叩いてるんですか？太鼓は叩いてへんな。その太鼓叩いてた。印象が一番良くて、まあ、太鼓来たわ、ついに。で、時点で1番さんが若干いいと思いましたよ、みたいな感じが、天空から見てるなと思ってるんで、まあ人外もあるかなと思って。小坂さんこれちっちゃない。ここまで来たらはっきりけど、6番って5番に対して役腹から声出せ。真ん中で焼いてる肉、これ豚丸焼きしてんだよ、これ大丈夫？食べれる？いける？守れない気しかこれ売らないじゃん今回。はい、4番です。お願いします。霊媒師ではないです。おお、はい、違うんかい。ありません。ややこしいな。まあ2周目で出たらいいと思ってて、5番さんに関してはなんか腹出せ。5番さんのあれって。なんか村がさ、走らして腹出せわ、くさ狼だったら走らしないですよね、みたいな、なんか好意的に捉えていただきたい、そういう先続きはズレアとの会議できると思う。ここから変に出てこない限り、6番さんの生存の意思感じないっていうのは、なんか発言がしっかりしてないからっていう意味でそういうこと言ってるのかなって思ったんで、7、8の叩きが不当だなって思ってたら、9番さんに
まんま紫ですね、やるか同じことを言語化してくれたんで、キワンさんは2番に占い任せるか。うん、占い師で言うと2番さんはシンプルに視点が一緒だと思ったんで、まあ若干2番の方が今だと真に見えてます。5番のプレイヤーは発言してください。霊能潜伏しとるわ。はい、2周目です。霊能出てください。霊能、霊能出てください。はい、僕ちょっと7番さんの発言ちょっと聞き取れなかったんですけど、はぁ、三四郎だってますよね。7番三四郎、2番が七四郎で間違いないですね。確かに言ってたから、もし何かあったら6番さん訂正してください。1番さん霊能把握しました。一角でいいですかね。はい、で、まあそうですね、僕は4釣りたいかなと思っているかな。その位置で、まあ、5番の話をまだしてるのかっていうのと、なんか、まあ、これ6番がね、この後どう喋るかで変わるんですけど、別に6番って僕に対してもっとこういう印象悪いよねって話をしただけで、釣りをしたりはしてないと僕は思ってるんですね。うん。まあ、それは、なんだろう、個人的に6の言ってることで、まあ、尺だなって思う部分もあるけど、まあ、それはね、村人か人狼か関係ないんで、あ、岸をありがとうございます。整理しやすいね。はい、しょうもな。なので、うん、まあ、なんか、そこ、おーおおはい、どういう進行を取りますか。どうしようと思いますか。騎士が64、まあ、64だったら僕はね4の方が今の流れで偽っぽく見えるかな。正直この盤面で21が確定した段階でさっと出てきてほしいなってまず思うわけじゃないですか、村人としては。でそこで出てこないんだっていうのと、で6が出た後にスッて出てくる感じが、んー、なんか発言もあるけど偽っぽいなって思っちゃったかな。で占い審議はね、正直もう一度聞かないとわからないけど、2番が1番が7が強人っぽいって言った後、なんかその意見を鵜呑みにして7に白を打った人物に見えるんですよね。わかる、めっちゃわかる。あるかなと思ってるし、7と8の違いって、8は6が5を釣りをしてるって言ったけど、7は別に言ってないから、そんなに落ち度ではないと思っている。6番のプレイヤー、あーびっくりした、中級にちゃんとしだしたかも。はい、確か追加ありですよね。ちょっと欲しいです。今のところ行くと占い師か騎士かなんだけど、一応、ありがとうございます。一応僕の1周目の行動を説明したくて、僕が騎士だからこそ5番があれ何でやってんだろうなと思ったからあの発言が出ました、うん、がちょっとなんかなんだろうな、自分のせいで申し訳ないが、ちょっと8と9番のなんだろう審議さんみたいなのが若干ついてて、ただちょっとそれつける要素じゃないなと思ったんで、そこら辺は解消してほしいなと俺は思っている、うん、なんか8番なんか落ち着いた君ぐらいの9番の意見はめちゃくちゃ良かったんだけど、それってなんだろう、村要素にならないし、8番も、なんだろう、そんなに、なんだろうな、結局7番と似たようなこと言ってたから、7と8両方悪いっていうわけじゃないならば、8番への印象悪いのはちょっと変かなと思いました。なんだろうな、俺はね、今5番さんが言ったとこがめちゃくちゃクリティカルだと思ってて、俺もね、7白が納得できなかったんで、7強人じゃねえなっていうのが俺が思ってたことで、うん、7番が強人だったら、確かにね、後半1に、白打ってるんだけど、5と6の差が変じゃないかなと思ったのね。一番さんは狼だったらああいう行動しないよねって言ってたんだけど、強人だったらもっと5と6の対立を煽るようなこと喋るんじゃないかなと思って、なんか5番を楽しそうにし楽しもうとしてますよみたいな、なんか、ね、君ちょっとしたことで切れるやん。殴りとも触りとも言えないそんな微妙なラインだったから、あれなんか5番相方なのかなって俺は一瞬思ってたから、7強人っていうのは納得はできないなと思ってるから、2番が偽だとは思っている。以上。7番のプレイヤーは発言してください。まあ一応5番に言っとくと3番白は合ってます。3白です。7と3足して10です。で占い値なんですけど、ちょっと悩んでる節があって、まあ、6が新っぽいのよ。6が新っぽいんですけど、5番が4番に対して6番が出てきてからの4番が出たから、4番の方が偽っぽいっていうのは、それは5番の自己満足かと思ってる。だって4番って5番のことが何者かわからない状況下において、5番が4番を怪しんだとて4番が出る通りはなくないですか。6番っていう対抗出たから4番出る、これやったらまあまあ4番の行動原理としては理解できるんですが、ただ僕5番白やと思ってるんですよ雑すぎるんですけど、5番白っぽいと思ってて、8か9に色当てて、まあ、8、9どっちが白やったらどっちか黒なんかなって思ってます。ちなみに9番にはあまり色を当てたくないと思っているので、音占いが8かなって思ってます。9が8に言ってた5番と6番のサイズ系が変みたいなこと言ってましたが、8番の段階下においてできる精査はあれが精一杯やったと思うんですよね。だから
まあ、9番視点では8番の発言まで聞いての考察になるから分かるけど、8番段階と9番段階の情報量って違うから9番の8にとってるのは変異やと思った。だからグレー589なら一番変やなって思ってる、違和感やと思ってるのは9番。これは9番からなんか反感買うかもしれんけど、そんなもん知らないですそんなもん知らないですのプレイヤーは発言してください。進行の提案しておくと、2が真の場合は7強人ですよね。だから46に狼がいるわけですよね。そうです。なので46から手をつけます。まあ892色当てていいと思うんで、正直占いから手をつけると2しか釣れないからですね。黒を狙うので初日だって初日占い釣りで白って釣り切って、正直4番が真やった時に5番がすげえストレスいっちゃうと思うねんな。最終日グレー最悪4人の中から1人釣るんでしょ。それは無理だよ。どっちも当てないといけないもん。46も当てないといけないし、グレーも当てないといけない、うん、それは無理なので、あの46で白を引いた方がまだマシっていう考えです。そして27の真偽をつけて、真っぽい方の、釣りは強気、ちょっと強気入っていこうと思ってます。9が白いってのはすごくよく分かってます。え、はい、僕も9の話を聞きながら、あ、なるほどね、6が言いたかったのはそういうことだっていうふうに思って9の話は聞けたので、あれ、まあ、結構白く見えてます。あれあの、なんだろう、印象がいいとかじゃなくて、うん、データ4と6で比べるとさすがに4を釣っちゃいそうなので、4番さんはしっかり発言をしてほしいです。はい、2から釣る進行は僕は嫌いです。 あれれ、はい、おかしいぞ。2人から手をつけましょう。あ、で9が白く見えて3号の差がまだついてないですね。3もちょびっと気にはなった。あれれ、8占い確定です。のプレイヤーは発言してください。2周目の発言を聞いた段階やからこそ6と7が俺偽に見える。まず6に関してやけど、6番が2が絶対偽やって、7強人には見えへん、だから偽って言うんやったら、じゃあ2番どう見てんのやろなと思った。で、少なからず6番の対抗4番が出ててさ、俺は正直6番の位置にいたら4番って狼の方が出てる可能性はあんのかなと思うから、6番から見たら。7から強人やった時に、3はしなへんわ。5番に釣り寄されただけで、6番が出てから対抗で4番が強人って出たらさ、2番7番で進路って出てるの分かってる上で、2番が狼って分かってて、でしかも占いから詰めるってなったら結構2番が釣られかねへん位置やん。黒狙いと8番が言ったみたいに。なのに4番が強人で出ると思うから、6番って多分4番狼に見えると思うよ。で、そうなった時に、じゃあ2番が強人で7に白打つ必要性ってあんのかなって思っちゃうから、そうなった場合、進路進路かなってもあるけど、6番で全然その辺の打ち分け言ってなかったから、ただただ2の審査下げしてんのがめちゃめちゃ変やなと思った。うん。で、7番に関しては、いや8番と9番位置違うでしょって言うけど、8番の中で、俺はだって6番が5番ってあれ、あそこまで釣りをしてんのって、まあ、釣れそうやから釣りをそうとしてんのかなって、結構それって人外目線じゃない？ 6 番が人外で5番を釣れそうやから釣りをそうとしてるって。で、8番そう見えてんのに、でも5番、6番フラットですって。フラットに戻す必要性あんのかなと思ったから。濁してんのがめちゃめちゃ違和感やったから、俺は8が変って言ったよ。位置的な情報とかじゃなくて。うん、別に俺が8番の位置に座ったとしても、その発言はならんかなと思ったから。だから7番。それは君と8で違うでしょ。あと1人外やん。クローンやん。で、俺どう見てて占いたくないって言ってるのか全くわからんかった。俺が一番怪しいって言ってるのに。だからめちゃめちゃ違和感やったから、7、偽っぽいなと思った。まあ、任せって。グレーで決めたらあなたのその発言聞いたら心動くから。だって5番、6番で議論で話進んでんねんから、4番がまだ5番に触れんのって4番へのあれは不当かなと思っちゃったし。うん。だからどこ行くかは1番に任せる。以上。1番。でも8番釣りたいです、正直。8ラスローやと思う。ここから釣りましょうか。生き残った人は僕を守ってください。で、まあ、守れてね、黒引けたら美味しいしね。うんうん、ただ、ちょっと9、僕は9番とは意見が全然合わなくて、なんなら6、7が、6、7の方が新っぽいと思ってます。まあ、2番、まあ、7番は分かんない。2、7は分かんないけど、6番はちょっと新っぽいなと思ったけどな。そもそも6番出る必要なかったと思うけどね。あと僕はあとね、27は新強だと思ってますよ。2番が真の時7強人だし、7番が真の場合でも2番強人は全然あると思うな。その、あえて、僕の意見を借りてやってるっていうのはあり得ると思うから。うん、あり得る。非常にあり得る。で、
アリエルって言い方はディズニーや。3番がわからないって言ってたけれども、例えば7番人外で3番で囲われてる場合に、4、なんだっけ、4番、6番で人狼の相方が出るっていう必要はないと思うから、うん、まあ、まあ、そうね、あんまり、3番もあんまり疑ってないです。4番、6番が、そこまで HP 下がってなかったと思うのね、僕、6番出てきてくれたけど、それな。だから、6番も怪しくなるっていう、その9番の、うん、4番って確かに5番にしか殴られてなかったけど、殴られてなかったけれども、4強6進2浪の8浪ちゃうかな。HP が下がったわけじゃなかったから、そこまで出る必要もなくないと思うけどね。まあ、4、6から行きましょう、今日はね。2番のプレイヤーは6番どこ守るかな。はい、お願いします。4番さん6番さんだったら僕も4番さんから行こうかなと思ってます。これは1番さんが言ってた通りで、6番さんは別に釣り位置にも上がってると思ってなかったし、誰も上がってなかったし、まあ騎士で出る必要がなかったかなと思うから、まあ4、6にローが出てるんだけど、6はローには見えません。4番さんの、まあ5番さんが始めた時言ってたけど、4番さんがその位置でマジで考察が薄かったなと思ってるから4ローだと思ってます。4ローで5番さんに関しては、まあ1、2点気になるところがあって、まあ基本的にはあまり疑ってないんだけど、まあ僕を偽に見てる点でも、僕が真って透けてて偽って言うのかなっていう点もあるし、あと5番さんは1周目に何だろう、余裕があったらまあ違う進行、まあ突飛な進行してもいいかなみたいな話があったけど、それはちょっとどこ行っちゃったのかなぐらいです。8番さんに関しては、なんか4番さんが、まあ僕目線ではすごく2000人見えたんだけど、あんまり釣り足そうになかったなっていう感覚、まあそこぐらいです。9番さんに関しては、まあ6、7、まあ7に関してね、2000人見えてくれてるのはいいんだけど、まあ9番さんのスケールを聞くと7強人の5、6ローなのかなと思ったんだけど、8予定、まあ、5番に当て、これもね、僕6足に見えてるから、その辺の精査が若干合わないかなぐらい。はい、なんかだから、まあ、僕が真って見えてて、すりおろうとしてる形はあるかなと思いました。まあ、現状を聞くとそんな感じです。いや、てか、6番黒の時に逃げられるの嫌やから。なんか3番さんに関しては、あんまり囲われてるように見えてなくて、まあ、別に1周目の精査がどうこうじゃなくて、3番さんが囲われてる場合に、4、6が、まあ、どちらかがローで出る必要があんまりないかなと思ったからです。はい。ぐらいです。以上。にしてんだいぶきついけどな、これ。発言してください。はい、ボリューム大丈夫ですかね。2が偽かなと思いました、今の聞いて。4番が偽に見えているときに5番が出てくるかなと思ってる。5番って、ま、真っ先に4番を叩いていて、4番が騎士で出ている状況で、5番を疑っていくのがちょっとナンセンスかなと思ってるんで、まあ、僕結構5番さん、4番が偽だったとき5番弾いてるんですよね、うん。で、8番さんが9番白く見えてるんだったら、僕、狼道が最後、グレーだったら8番しかいないんで。だよな。わかるわ。黒出るんじゃないかなって思ってます。特に9番さんがあんまり狼に見えてないのは8番と同意で、で4番さんが偽だった時は5番さんも白っぽいから8しかないかなって思ってて、うん、であと4番さんがなんか僕結構叩かれてるけど、正直僕と言ってることそんな変わんなかったから、まあ、便乗って位置で4番がおかしいっていうのか、僕と4番の差が何だったのかなって僕はあんまり理解できてないのよね、うん。だからそこで、でもなんか天使が騎士っぽいのよ。それは盤面かもしれないけど、4番にヘイトが向いていったのもちょっとよくわかんないなと思います。なんか天使が心配なの。4番と6番、僕自身はあんまり精査がついてないんで、4番2周目聞いてから、4番6番偽っぽいと思う方に言えようと思っているかな。はい、そんな感じです。4つれば色わかんないけど、4つって6番白見えたときに、なんか言いたいことは、むしろ6番にロラを止めて、今回も言われちゃったんだけど、8、9グレー1本詰める方がいいかな。7が強人じゃないから2が偽っていう論を唱えてたんだけど、なんか6視点で4が狼とかに見えてたら、そこの審議差ってなんかそんな感じでつくのかなって思ったから、おかしいなってシンプルに思ってほしいのと、うん、まあ6が出る必要ないっていう、なんか一番さんの意見もお金ないねんけど、コインが足りねえ。まあそれこそ、まあだから、釣り位置が多分4、8とかになりそうな雰囲気は感じてたんですよ、僕も1周目の終わった段階で。だからその段階、その状況で、4クロなら行動がおかしいとかないっていうのは分かるんだけど、4番クロの時が多いしねんな。7強人とかだったら、なんかめちゃくちゃしっくりくるなって現状は思ってますかね。9番さんは白いと思うけど、まあ、狂気釣りになるんだったら、
独身で1死んで死ぬんかな、わかんないけど3番さん、うん、死ぬんかな死ぬんかな、いや初週は死ぬでしょうよ。正直9番さんに言いたいこと全部言われたのと他の意見があんまりふわふわしてたんで、こういうのを見たかったのに6番が OK に言ってるのは死なへんの可能性があるのかなって思ってたら5番さんに釣り押されて、まあでももうちょっと様子見ようかなと思ったら6が出たんで出たっていう感じです。占いに関しても、まあ、2が真かなって思ってます。なんで ?3 の2の真下げがちょっとわかんないから、3、6とか。な、4、2、ローローって世界線ない?いや、違うわ。4強だべ。今の発言4強やわ。4強2ロー。4番。のプレイヤーが選ばれました。4番のプレイヤーは発言してください。まあ、ちょっと発言まとまってなかったんで、整理言いたいことをとりあえず言うと、3、6が狼時点で霊能が噛まれる可能性がない世界線はあんのよ。8は盤面的に4神6郎の世界線ない4時点で、だから6番が亀出しを選んだ場合って4番の白めくれるだけで、6番ってどうせロラに入るから霊系か見れへんし、なんで3か5なんですけど、3が2の審査げをしたのがめちゃくちゃ不当に感じたので、3、6、狼、7、狂人とかだったら6が出る意味があるかなって思います。5番さんに関しては閉鎖ができないので、頑張ってください。読んで絶対に今日が落ちた自信がある、自信があるんで2番の相方です。8番です。占い師は見る相手を選んでください。うわやらかしたやらかした、初白だ。でかくないよな初白言うほど。黒見つけたかったわ。まあいいや、ゆっくりやりましょうよ。5に色をつける、いや9に色をつけるべきやったかな。新郎新郎やってない、新郎新郎やってないか、気のせいか。いやわからん、俺がここで髪抜かれる可能性は往々にしてあるから。朝が来ました。さあここでどっちが噛まれる、俺か1か。昨夜死んだ。わあ。6番。そこ髪？へえ。7番。はい、8番白です。4番黒ですか？そうですか？4番の昨日の発言からなんかすごい2番が偽で7番の白刺さってて4番狂人が2番のご主人を知ってるっていう考察をしようと思ってたんですが、4番黒ですか、そうですか。でしたらどうしましょうか。2番から集めて僕がもう一度占いと合わす、もしくはグレを1本詰めるかですが、まあ1番に進行は任せますが、まあ4番狼鬼軸の時のお話をした際に、その昨日誰かが言ってましたか、あ3番が言ってたけど4、5ってほぼないんじゃないかなって思うんですよね。僕も同じく、あだから9なんかなって、これ消去法です、すいません本当。8番のプレイヤーは発言してください。まあほぼ悩まずに7視点は9を釣りたいんだろうなと思って話を聞いてたらなかなか出てこなかったですね。偽っぽいなと思って聞いてました。僕3番さんになんとなく違和感ちゃうんよ、新郎新郎っぽいのよ、すげえ新郎新郎っぽいのよって発言だったんですけど、なんとめちゃめちゃ合ってました。6番さんの口からもそれがあったんで、それは思い出してなくてまだ3番さんを疑ってましたけど、
3番さんの視点は1が天空から見てるっていうのもすごい新郎新郎っぽい。これ理解したっていうのは僕も9番の話を聞いて理解したので合ってる。で9が白く見えるっていうのも、新郎だから3番さんはおかしいことを言ってない人物になりました。はい、4から引っ張って9に刺さっちゃうんじゃないかな。白く見てたけど僕は9を釣りたいです。以上。9番のプレイヤーは発言してください。半球の欄にしてくれ。俺は昨日、記者集の5番の発言は変かなと思って、4倍のあれは不当かなと思ったから5言ってたけど、一番怪しいのは3なんね。3が言ってた、最初に記者集言ってたことね。6番、9番、9番が単直に狼やったら6番叩けばいいしって、それめちゃめちゃ透けてるなと思ったよ、3番視点。だって6級の可能性ある。6級でしかも俺は間違ったことを言ってないと思ったのね。6のあの発言ってこう言いたいと思うからって。全然6してると思ったら6級ローだってあったわけやん。だから、その3の意見めちゃめちゃ変やし、なんか3が、4が偽でも話進んでんのがめちゃめちゃ違和感やった。2はすだって4番が人外かどうかってまだわからんやん。なのになんでこう弾いてんやろうと思って。めっちゃ違和感やった。だから、その点では3、4あるかなと思って。ただ、なんかみんなが言う6番が出る必要ないよねって言ってるのは意味わからんかったよ。俺そもそも3半やなと思ったから、以前3、6やった時に7面偽透けてて、騎士で出たら2、1、2番面やん。やったら全然2番から釣れる可能性だってあるから、6って出てもお得じゃないって思うから。その理論全くわからんなと思ったんよ。で、発言でも言ったけど、だから4番がそこで3番上げたのはめちゃめちゃいいなと思った。3番、6番って。みんな誰も3番って触れてなかったから。だから、俺はずっと6番が出とく、で、その出る意味なくないとかいう論じゃなくて、言語で6番言ってることが、なんか、整理できてないなと思ったの。対抗どう見てんのか、2番どう見てんのかってところ。それに関して4番って結構綺麗やったかなと思った。3、6、ローの7強。2番に色当てよ。でしかも3番で変なんが、2番に関して言ってた、5番に行きますって言うけど、結構2番って9番も怪しんでたし、そこまで5番に固執しなかったから、3はめちゃめちゃ違和感やなと思ったから、俺は3に行きたい。3で終わるかなと思ってる。やっぱり相変わらず7がめっちゃ変な感じ。俺がだって4番を釣れてないから、ワンチャン4級もあるから、あんまり7番って9番釣り寄せへんかったんかなと思うから、やっぱ7番強陣に見える。俺は3に行く。以上。いや、めちゃくちゃ9が強陣っぽく見える。やばい。ものすごい強陣っぽい。まあ3番は白じゃね ?9 番強陣2ローとかかな。今日はまあグレー行きますか。まあ普通ならグレー行きますか。まあまず4番が黒だったんで5番は基本的には白かなと。まあそこライン切りだったら割とうまいかなと思うし、あの7番さんが5番なんとなく白っぽいって言ってるのと同じで、まあ僕もまあ5番なんとなく白っぽいかなと思ってます。俺の思ってることを全て代弁してくれた。まあ、5番は4番をね、あの2周目でがっつり殴りに行って、まあ4番の HP を下げて、結局4番騎士使用されて、4番釣られて、4番が黒っていう状況になってるから5番は白いよね。で、8番隠白で、まあ、9番とはまあ初日からあまり意見が合わないけれども、今日は3番とのコーラーじゃなくて、ボッシングシーンしてへんわ。してるけど、してんの7番強陣3番どっちかって言ったら狼4番狼、ね、1番が7番の思考完全に組み取ってくれてね、そう思ってるってことだと思うんだけど、その場合って2番というシーンが7番に強陣に白さしてる状況で、まあ別に2かな、どっちかって言ったら2噛むなり7噛むなりすればよくない。だって6番相方釣られた状態で、うん、絶対に6番って1護衛なんだから、まあクロス例えば 2C の時クロス占い飛ばされたら死ぬし、もうこの状況が3番はかなり白いと思うけどな、うん、だから9釣って2釣りまでは確定していいと思うよ。よしありがとうございます。発言してください。まあ9釣っては飲めるんですけど、2釣りまで確定はやめてください。一番さんそれやっちゃうと僕負けるんで、あの村がね負けないです。でまあ9番さんの精査はおかしいかなと思ってるんだけど、占い職域やったかな、まあ、僕目線では9番さんが4番の相方であのその精査をするのかなとか、9番さんがあれだけみんなが6進って言ってる中で4番ん6に投票するのかなみたいなところはあるんですよね。まあ、単純になんか精査を間違ってる人な感じもしてるから、うん、まあ、難しいとこですね。なんか1番さんが僕を偽に見えてて、9番さんが強陣に見えるんだったらまあ分かるんだけど、まあ、分かりたくないけどね、うん、で7番さんが最初に発言したのって、まあ、4番さんが
釣られてて、6番が噛まれた時点で、ほぼ4って黒、あ、黒か、どんなかな、黒確定じゃない？だって6は変わられて、わからんけど。確定。その時点で、4番黒ですかって発言が出るのがおかしいで、おかしいと思ってて、なんかそこを拾ってくれないんだなと思いました、僕は、ね。ちゃうやん。8が僕黒見えて、見えると思いましたが、8は白でした。だから、うん、まあ単純になんか、強人っぽいムーブをしてる9番さんがローなのか、まあ3番さんはさっきも言ったように囲われてないと思うんですけど、普通に急遽で落ちたんじゃね。3番さんが僕をそこまで似てに見える理由は2番狼なんじゃねえよ、リオンローラじゃねえよ。1番さんのようにあんまり囲われて出てこないかなみたいな精査はあるけど、なんかその精査されると僕はあるのかなと思いました。なんかあと5番さんをなんか疑ってるみたいなすりをしたって言いましたが、僕は5番は基本的には疑ってませんがっていう話をしました先ほどですね。はい、以上。こう裏はなかった。もうええわと思って。占い師に結構勝てるし、まあいいかなって。はい。まあ、9番さんが狼だった場合って、多分僕釣られた時って、もう負けなんですよね、正直。5番、4号ローで5番が狼で、4番釣りをして、今頃ホックソエンでたら、マジで怖いなぁと思います、あの進行論で。まあ、だから基本的には5番の狼って追ってなくて、うん、まあ多分9番が狼マークつけてますね。で、2番、まあその後8占いした。2番さんに、あの、昨日、まあ5番のこと基本的には疑っ、あまり疑ってないって言ってるけど、でも5番に関して気になるって発言を残してるよね、結構序盤で。だから2番さんが最初にそのおかしい点を挙げるのって5番じゃなくないっていう意味で、僕は2番さんの方が偽っぽいなって発言をしています。うん、はい。まあそんな感じかな。まあ僕は9番に、まあ進行通り9番行って、で何人もあるかな。まあ正直、ああまあいいか。あ、正直今日、例えば、9番さんが偽指で7番さん釣って、2番さんが僕占ってくれても、全然2番さんが死んだ場合勝てるし、うん、いいかなと思ってるぐらいですね。はい。まあ、だから、結局、まあ2番、7番は基本的にはわからないけど、9番さんが言ってる、なんだっけ、9番さんが、僕が4番のこと偽に見てるって言ったけど、うん、正直4番のこと偽に見てるって僕だけじゃなかったし、5番が4番で、6番さんの出方と4番さんの出方、うん、まあどっちでもいいかな。実質点2番白見えたら5番くらいし、5番白見えたら2番くらいか。後の4番さんの使用が正直どっちでもいい。見えたんで、正直これは発言落としてないけど、まあ、そこはね、僕は4番のこと偽だと思ってたので、あのそういう出方的にはね、だから5番のことが、4番が狼だった時には5番が白いんじゃないかって発言をしていました。うん、5番のプレイヤーは発言してください。はい、おはようございます、5番です。3番さん9に乗っ取って7釣るは結構危険しそうじゃないと思いましたけどね。うん、今日4級だった時にそれって7釣って1噛まれて2、3のランとか、まあ、3級のランになった時に5、8の1票取れなかったとき3番さん釣られちゃいますよ。結構危ういこと言ってるなって思っちゃいましたね。うん、今僕がまあ想定してるスケール2つぐらいかなと思ってて、まあ、2つじゃないか。27新教の、4、9、43のどちらかか、9教の、シンプル24。9教のシンプル24。やっぱそう見えるよな。めっちゃそう見えるよな。かなと思って。わかるわかる、めっちゃわかる。まあ、ただ今日の釣りは、まあ、昨日4級っていう表も出てるので9でいいかなとは思っていますし、うん、僕も基本的には1番さんとおおむね9釣って2の釣りでいいかなと思っています。うんうん、でなんか情報量となんとなく思考が8番と似てきたなと思っていて、絶対になんか黒打たれへんって感じはないなと思ってるんで、別に釣る要素ないかなと思ってるんだけど、まあ、9が言ってた3との、まあ、戦いにするっていうところ、1個3の昨日の落ち度があるとするのであれば、うん、結構僕は昨日満場14かなぐらいで、まあ、2周目の頭叩いてたのもそうなんですけど、満場14かなと思ったんだけれども、2周目の3番さんのその位置で46まだ迷うって言ってたのが、まあ、ワンチャン34なくはないかなとは思うが、うん、まあ、それ以外の発言が結構真っ当だなと思ってるので、それ以外で釣る理由はないっていうのはその通りかなと思います。うんうんうん、2番さんは結構黒いなと思ってるんで、まあ、9つって逃げいいと思います。投票を始めてください。だよな、やっぱそうやんな。オラじゃないべ。9を占いたくなかったのはこれが理由。正直、いや、あの24で新郎新郎やってるとは思わんかったけど、9番がなんか強心っぽかったんよ。発言っていうか議論を動かした点では白かったけど、なんか殴りが不当すぎて、不当っていうかなんか鼻につく殴りやったんよ。9の殴りがすげえ後付けっぽい。
後付け解説っぽい。うさんくさいわこれ。9番のプレイヤーは発言してください。1番逆が良かった。1番がそれを言うなら、だったら2番、7番ローラしてほしかった、俺は。で、そっから考えてほしかった。君の色で4球があんのか。君の命が飛ぶことによってありがたい。じゃあ俺が全部間違ったってこと？1周目から3番の俺違和感ずっと上げてんだけど、それって間違ってる？それだけ教えてほしい。3番って別に3番4番偽やと思ったんでじゃなくて、だって4番つったらほぼ確定で結果は出るやん。1が噛まれたら6が偽やし、1が生き残ったら4の色見れるしって。で、しかも3番視点でなんで4番狂人の可能性ってないのって思うのね。なんで4番狼で見てんのかっていう理由もなかったやん。なのにあの段階下で5番絶対外されへんし、そもそもとして8番が9番を外してるから、じゃあ残った8番ですけどって3番言うけど、え、なんでって思っちゃうんやけど。しかも3番視点とか俺全然真逆のこと言ってんねんで。9番って俺は6、7が偽やって言ってんねんが、3番って2、4が偽って言ってんだろ、うん、なのになんで8番を9外してるんでって言って、なんで8番になんの。俺あれで3番がまともなこと言ってるってマジでわからんねんけど。でもあなたで7番って俺が昨日言ったことも返してないし、なんで8占ったんかっても理由もないし、でしかもだったら何やっけ、3番が狼なら2とか7噛むでしょって言うけど、2番ってだって3番占う気全くなかったやん。一切2番って3番頭になかったから、全然俺が3番の位置に座って構わんよ。2番なんか6噛むよ。あ、終わったと思ってる。うん、俺はあんまり2、4ロー見てないから。だって全員俺釣った後2釣るって言ってるから。うん。だからちょっともうちょっと考え直してほしい。頼む。俺が言ってる7番の偽要素であったり3番のおかしい要素をもう一回考えてほしい。ごめん。このまま普通に脳死で2行くっていうぐらいだったら、なんで2番って7番って言ったら俺釣らんかったんでめっちゃ思っちゃう。あなたが、あなたが93のランを開けるから。占い師は目を開けてください。まあ24か、まあ26か、案の定って感じか。24ローローでやってたんか。へえ、変なの。変ではないけど、だから結局急遽なんかなって思うけど。9は今日やと思うよ。4釣り逃れかな。釣り逃れにしてあっさりしすぎやと思うけど、まあ、4強の2ローに見せかけた、じゃあ4強2ローに見せかけた2、4ロー。やと思います。朝が来ました。勝てんのかな、わからん。昨夜死んだのは八神。八番一番のプレイヤーが発言してください。クソ舐められてますわ。クソ舐められています。ニクロ、ニクロ、クソ舐められとるやん。え、ゴクロ二番視点ライン切りですか。5、4、ロー、ロー、7、狂人。なんでこれ僕噛まれてないんだ。まあ、僕はね、2番、なんなら投票まで入れてるし、2番、3を、7番はニクロなんだよね。だからもう、3番、白出てて、ああ、もう同じなのか。どこ占っても一緒なのか。ああ、じゃあ2位占ってもいいのか。ああ。だから2番が、7番が狂人の、ご苦労で、僕を残して、もう僕は2番行くって言ってるから、その言葉を借りて、そのまま5、7で2をしばこうとしてるという作戦だと主張するんでしょ、多分2番は。ええー。いや、正直ね、まあ、7強5ローなら、まあ、初日ね、僕、7番さんと5番さんのつながりは分かんないから、7番はマックス心境だと思ったし、まあ、7番は5番の色は分かってないんだろうなという話をしてたんでね。まあ、でも2行くけどね、基本的にはちょっと考えますわ。
今日は25ランね。25ラン。2番のプレイヤーは発言してください。その8番さんが買われた理由は僕は分からなかったんですけど、1番さんが僕に投票してるのさえ僕は見落としてたんですけど、まあ1番さんが僕に来てるから8番さんが噛まれたんじゃないかなと思いますけど、まあこれはなんか1番さんにあまりそれ言うと響かなそうな気がするけど思ってます。でめちゃくちゃ今さ、まあ結果3番さん白だったんだけど、なんか5番さんと4番さん、まあ3番さんもね、4番さん5番さん見えないみたいな話があるから、めちゃくちゃトイレ行ってた。めちゃくちゃトイレ行ってた今、まあ、5番さんのまあ今ちょっと、ね、急にめちゃめちゃお腹痛い。前の週とかの発言をなんか振り返って聞いてると、まあ前の週も言ってたけど、これ最後の終わりの時にね、だから91番さんがまあ92の順でいいと思いますよみたいなのも最後乗っかったし、何だったかな、すげえ言ったことあったんやけどな、あの5番さんが4番さんが出た時に4番出るんだみたいな感じがあったと思うんですよね。なんかそれちょっと僕違和感に感じてて、まあ今更これを言うのもあれですけど、まあそれかなと思います。あとね、違う、すげえ言いたいことあったな、うん、なんか基本的に1番さん3番さんからも僕が疑われてるから、あんまり俺のためにその8巻で1から俺を最終発言させてくれた、ね、ありがとう人海、ね、くそ神と、ね、めちゃくちゃお腹痛なった急に、うわーって漏れる。あ、違う違う、なあ、ごめんなさい、ちょっと次言いたいことあったけど出ません。ほんまに狼優しすぎんでマジで何やってん、そんな言うちゃうの今あんのかよ。一番さんにお知らせがあります。このゲームはですね、僕が強人かどうかで進行が変わります。まあ、僕は5番投票一択なんですよ。5番行って終わらなかったら2番偽が確定し、7の真が確定して、僕は強人じゃない、1番は確定霊能なんで、5つって2つったら勝てるんですよね。5つって終わらなかったら2つったら勝ち、うん、2、4、6、ただ、うん、僕が強人だと思うんだったら1番さんは多分2番に行きたいと思うんだけど、うん、僕強人じゃないんですよ。圧倒的9番が強人だと思ってるんで。わかるよ。はい、なんで僕は5番しか行かないです。5番行ったら5、4で終わる可能性もあるし、2番が偽、5番で終わらなかったら2番偽が確定するので、2番を釣れば勝ちっていう感じです。はい。なんで、僕は5番さんに、5番に行きます。怖いな、このおっさんの言ってること。おっさん言ったらあかんけど。はい。一番さん、5番に行って、英雄になりましょう。以上。この勧誘怪しいな。すごい怪しい勧誘してる。2番の席に座ってるあんた、人狼だろう。人狼です。ここまでで外れくじ3回引いてるぞ。何言ってんの、まあ、2しか釣らないんですけど、何言ってんの、まあ、3番さんもね、今かっこよく短歌を切っていただいたんですけれども、うん、あの僕が人狼じゃないと思うんだったら、2番に行けばいいと思います。ただそれだけの話だと思います。うん、かっこよくね、決めた方が僕はいいんじゃないかと思っていますよ。まあ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 。それはもう、心の底から思ってます。そうですね。どっちでもよ、俺は。1番さんがね、最後1番おっしゃってたと思うんですけど、八神の謎。これをね、僕はずっと考えてるんですけど、いまだ答えが出てないんですね。うん。一体なんでなんだろうって。この盤面で、僕の目線では、確実に2が狼であるということが分かっているので、まあ、2番に向けて言いますが、八神じゃないと思うぞ。八神じゃないと。八神じゃない。1残して5を残せば結構僕はまだ2、3で迷ったんじゃないかなっていう気がしてるので、うん、その選択、握手だろ。バイバイ。7番のプレイヤーは発言してください。まあ、8残して、1を噛んだとて2番が3番白打った場合は5番黒なんで、結果論として5視点は2の偽が確定でしょうよ。まあわからん。その場合1番噛んだ場合に2番がどこに白もしくは黒さしてたのか知りませんが、2番の事情があるんでしょう。正直、9番占いたくなかったのは9番が強人っぽく見えたから、これめちゃくちゃ後付け。思ってたんですけど、2
2番と4番新あの狼狼で9番教授やってるはずがないと思って、かつ4番の発言で2番のご主人を知っているような発言をしたから、最初は2番狂人かだから昨日ね4番黒ですかって言ったのはそっからです。正直僕も5番から釣れるんですよ、正直言うと。でも、まあ、僕は2番黒見てるんで2から行くんですけど、投票を始めてください。正直5から釣ってもガチでいい。3が狼に見えんから、じゃあ3が今日に見えんから。9番の発言って9番が昨日の発言段階で3番と9番の欄にしてくださいって言ってんやん。で自分が釣られてから2番と7番にしてくださいって言うから、だからおかしいよね。ならそれを最初から言って、うぅぅ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 よければチャンネル登録、高評価お願いします。 GG ありがとうございました。